第一期生っていうのが一番左側に座っている山本さんっていうんですが、彼の学年の担任をして以来久しぶりの担任を持ちました。どういうわけか2クラス分も記憶していますから、もう90年バッチリ顔の名前も覚えました。知らない人は一人もいます。そんなことですから、俺に触れて授業でもいろいろ話す機会があると思いますからね、一緒に取らないでおこうと思うんです。今日はむしろ僕は楽しみに来ました。今年の僕の持ち株は1年生の簿記、2年生のワープロ総合実践、3年生の総合実践と思っているんですが、ある年は情報処理を1、2と持ち上がってみたり、ある年は商業経済やってみたり、またある年はっていうふうにいろんな科目をやってきましたから、卒業生の印象からすると簿記の無糖っていうのとですねあるいは人によっては情報処理の無糖であったりですね、今進むわけですで、情報処理科は木村が入ってきたように本当に、世間の人から宿望されてるっていうかね、期待をされている学科ですから、期待に決して裏切らないような実力のある人を送り出したいというんでですね、ここにいる先輩は片っ端から鍛え抜いてきました。おそらく後から話してる先輩の話の中に無双にやられたっていう話がですね、おそらく出てくるんじゃないかなと思って、僕それも楽しみにしています。いずれにしてもいずれにしても今日と明日のほんの短い間のオリエンテーションですが、あの時は良かったな、本当に楽しかったなっていうことをですね、後からしみじみ語れるようなそんな催しにしたい、そんなに思っています。先輩の話、みんなの態度やとか行動全部含めて明日またまとめの話をしてさせてもらう機会があると思いますから、その時までよろしくお願いします。以上です。